はい、どうも、うずです。昨日に続き、ちょっと寝巻きでね、帽子もなしで動画やるんですけれども、2023年2月は、龍が如く維新とか、オクトパストラベラー2とか、魅力的なタイトルがたくさんこの後登場してきます。ただ、ゲーム好きな人にとっては、あのアイテムが気になるっていう方多いんじゃないですか？ PSVR2! 欲しいって方が少ない割には気になるアイテムですよね。まあ、実際には買わないって方が多いでしょうけど。そんな PSVR2 なんですけれども、まあ、ここ最近、その生産台数が減少したとか、実際にはあまり予約が進んでないとか、まあ、嘘なのか本当なのか。まあ、隅側はこれは嘘記事だってはっきりね、言ってますけれども、まあ、実際、そんなに予約されてないだろうってみんな思ってますよね。かくいう私も2月に入るまでは PSVR2 なんてあんなね、商品いらないよって、こんなのいらないよってこんなの扱いで言ってましたからね。PlayStation 5でしか使えないしね。だったんですけれども、2月に入ってから、まあ、ゲームの話をしてる YouTube チャンネルだし、まあ、グランツリスモ7がね、PSVR2 が発売する日にアップデートされて使えるようになるって聞いたので、まあ、試しになんですけど、Amazon で、招待予約。まあ、招待を受けたら予約確定がね、できるっていうやつがあるんですが、それをやってみたんですよ、2月7日に。そうしましたら、2月10日にメールが来て、招待 OK です。購入できます。みたいなのがあっさり来てしまって、PSVR2、売れてないんだなって実感しました。まあ、今回のお話はそりゃそうだよなっていう話をただ喋ってるだけなんですけれども、まあ、結論としては、PSVR2、2月22日発売日に私の佐渡島のね、自宅に届く予定なので、まあ島だからね、ちょっと遅れちゃうことあるかもしれないんですけど、まあ早速届いたら、グランツリスモ7とバイオハザードビレッジ、私持ってますので、その2つをね、試してみたいと思います。で、まあ率直な感想を述べさせていただいて、まあただ、その時の感想はある程度予想できるんですよ。グランツリスモ7とバイオハザードビレッジに関しては、まあね、面白いって言うと思うよ。そりゃ、ね、素直にね、すごい、こりゃすげえって言うと思うよ、その時はね。ただ、1年後ですよね、問題ね。1年も経たないかな、まあ1年後。1年後にはきっと PSVR2 ゴミになってるんじゃないかなと思ってもおります。まあなので、今回の PSVR2 に関しては、まあ初期レビューはね、もちろん初期レビューで素直にさせていただいて、良いところは良い、ダメなところはダメ、言わせていただいて、まあその後半年、もしくは1年後、結局使わずに埃を被っておりますみたいなね、流れになっていくのが予想できるんですが、まあそうならないことを祈りつつ、はい、レビュー動画をやっていきたいと思います。はい、なので PSVR2 を気になっている方は、ぜひ2月22日、もしくは23日、まずは最初の動画上げる予定ですので、そちらの方をお楽しみにしといていただいて、長期レビュー製品ということで、はい、長くやらせていただこうかと思います。この動画に関しては PSVR2 確定だよっていう話だけの動画なんですけれども、まあ、普段からゲームに関するお話動画だったり、カメラ、ガジェット関係の紹介をやってる YouTube チャンネルになりますので、趣味興味がある方はぜひ高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で。バイバイ。はい、PlayStation 1ですね。これ本物なんですけど、まだうちにはね、本物の PlayStation 1が残ってるんですよ。懐かしいでしょ。ね、なんか PlayStation 1だけじゃなくて、PlayStation 2や PlayStation 3、そして奥の方にね、PlayStation 4も置いてあるんですけれども、まあ全部プレステの方は残ってる状態なんですよ、自宅に。まあ PS5 だけはね、佐渡の方のお家に持ってっちゃってますけど。はい。まあこんな感じで、ソニーのプレイステーション。まあ、初代から含めると、すごい長くね、使わせてもらっていて、歴史を感じますよね。